皆さんこんばんは。イラトゥス。ザ・ロード。ザじゃねえわ。ロード・オブ・ザ・デッドですね。続きやっていきたいと思います。まあ、今回ここからですね。エリート部隊避けていきたいよね、正直ね。まあ、どうなるかわからないですけども、この先進んでいってみましょう。なんか強そうじゃねえ。シェードって強いのかね。あ、できなさそうだね。どうしようかな。こいつね。から40ダメージ与えられる。先制死亡してきたね。はい、ちょっとあいつのデバフ解除していこう。こいつね、デバフ解除、死後削っていきましょう。よし、これでこいつ入るね。危ね。危ない。そうね、こいつかな。スタンスと銃、痛いことやってくれるね。次のターンめちゃめちゃ厄介なことやってくれるね。37から、どうしたもんかな。よし、数減らそう。はい、デバフしていて、はいはいはい、大丈夫大丈夫大丈夫。やばい、リッチだ、リッチが殺される。もう一回、あ、痛い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 。やばいね。リッチが死ぬ。あー、次電撃撃ってくるじゃない。I hope there will still be enough left to reanimate.やばいね、危なかった。はい、失敗。ストレス攻撃しとこうか。いやー、リッチが削れる。
くして。よし、生きてる。よし、危なかった。You know, if this keeps up, we'll be done purging the world ahead of schedule. 死ぬとこだったよ。道撤退。はい、リッチ代わりに。バンシーもそろそろあれだな、一旦ちょっと一旦執務室戻ってきてもらって、脳みそでさレベル4にしとこう。で、攻撃と恐怖、これにしとこう。で、墓地で回復してもらって、闘技場ゾンビ入れとく。ああ、ここいないね。ロストソウルちょっとわかんねえんだよな、使い方。魔法攻撃全体なんだよね。中距離じゃねえんだよな。ストレス攻撃して対象とその後ろにいる敵に、対象は命中率上がっちゃうんでしょ。も使いづらいね。味方のデバフ除去、ミイラの方が使えそうだよね、サポート役としては。ミイラがデバフを持つ場合、9から10の追加ダメージを与えるストレス攻撃、後ろ下がったり前出たりできるから、場合によっては使えるかもね。布か、ちょっと布の錬金術しましょうか。速成。ああ、the smell of successful alchemy。素晴らしい。まあ、本来は頭蓋骨2つ合わせてさらにっていうのが多分あるんだろうけどね、こういうふうに。はい。これ生に構ってっからさ、もっと使っていいんじゃねえ。ほい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 、すげえ紫色まで来た。これ心臓エクトプラズムもっといけんじゃない。ほい、すげえ。あと鎧も結構余ってるね。ちょっと品質高いの作っていくか。 Behold my work. よし、血も余ってない、結構。はいはいはい。 Ah, the smell of successful alchemy. チリもいけんじゃない、クチリ。スケルトンはクリーンアップですメスレーター。よし。Behold my work。素晴らしい。めっちゃ強いのできんじゃないこれ。骨もやっとこうか。Ah, the smell of successful alchemy. 心臓もやっとくか。
ほい。ほい。よし。頭蓋骨もいけそうじゃない？ It's no goal, but it'll do. Ah, the smell of successful alchemy. 武器もいけんね。よし。Ah, the smell of successful alchemy. どうよこれ。鎧とめっちゃ強いダークナイトできんじゃないこれ。ねえ。ダークナイト。レア戦士。レジェンド戦士。で、なおかつこのダークナイトさ。レベル6。敵が活力35を失う。単体の時に使うけど全体を削っていきたい感じかな。どっちがいいかな。こっちにしよう。これ入れて、バフごとに追加。15マナ。ダークナイトの鎧と抵抗力。こっちは 75% の確率でプラス追加10与えると。ベースを与えていきたいね。よし。行こうか。あーで、生贄か。適当なやつ。生贄に捧げましょう。頭蓋骨余ってんね。Humans become much sturdier when you strip them of their vital organs。こういうことかな。こうして、はい、犠牲、物理ダメージ 10% 増加、巻物か。10% 増加。もらったのかな。10% 増加。あとは受けるダメージ 9% 減少。クリティカル率上げとくか。よし。あ、こっち側いけるね。回復できるぞ。お墓通るのもありか。ボス戦の時に極力ダメージ食らってたくないんだけど。ああ、後ろになんかいるな。でもここは回復の泉使えるからな。行くか。バーサーカーが地味にやべんだよな。早めに削んないといけないから。後ろのおじちゃんエリートマスケット、あいつもやべんだよな。105か。
土器がまだ溜まってないんだよね。ただサポートするか。味方が攻撃力上げた方がいいよね。バフ。死ぬ前に。My kingdom comes. ブロック。ああブロック。ああクリティカルバフなんかやだね。が殺される。はい、やられる前に。よし。防御力吸収。ランダムな敵に。はい、失敗。削れ。いやー殺しきれない。次だ、死ぬ次で。心臓奪って、死なないの？裏切りの確率 75% って出てない？ああ、点火しちゃうと大変だよな。Savor these last few heartbeats. 16か。倒しきれないんだよね。どうしよっかな。はい。あーリッチが死んだ。やっぱ削りきれなかったな。ちょっと吸収して。よし。で、あとこいつか。そう。あ、やっと力尽きたよ。1000 years of evolution looks like pathetic.守護させて。守護削ってもしょうがねえのか。A sad display of mortal kind.
いや、一人やられたよ。リッチ回復した。よし、バンシーお帰り。ゾンビはまだいいとして、ダークナイトちょっと回復させておこうか。よし、発掘。で、なんか作れるようにはなってないね。才能も。3必要だね。75以上キープ。さて、ここ頑張っていこう。まずは死後削っていこう。でエリートバーサーカーちょっと削っていこうか。バックして早め、あーダイレクトしてきた。あ、またマークしてきたわ。やべえな。デバッグして、痛い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 、死ぬ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 。早めに倒さないとやばいな。 This never gets old。 早めに、よし。あいつ自体をどうするかだな。火力下げたいよね。攻撃力8と恐怖8。まあ、かけるか。痛い、大丈夫大丈夫よ。撃ってくる気だな。撃った。あー、リダイレクトしてきた。あぶねえ。セーフ。で、このマスケット野郎を先に倒さないとね。小気度と引き換えに、こうしようか。こうしてくんね。こっちかな。
66。こっちでは HP を削る。でマナをいただきましょう。あ、大丈夫だ。全然。ストレスダメージ。敵にあれのあれが出てるね。はい。次退却するって出てるから、マナ回復。マナ回復。As your suffering ends, service begins. マナクリスタル。アイテムゲットしましたね。いやね、マスケット野郎が結構きついね。リッチがすぐやられるな。こういうあれじゃちょっとあれかな。ダークナイト3じゃ、やっぱイラトゥスの花嫁入れるか。必要な才能が未習得って書いてあるけど、2つ取んなきゃいけないってやつ。 I embrace this fury. そういうことか。I need nothing めっちゃ時間かかる。 anger to purge this world. アーティファクトはなんか一ターンのやつ全部。もうとりあえずここはいいか。レース遠距離攻撃だっけ。ストレス攻撃。ちょっとあんましだな。逆にああいう敵が多いなら、ゾンビを後ろに配置するという手はどうでしょうかね。こういう感じでいってみようか。霊暗室はいいでしょ。バンシー入れて、こんなもんか。オビリスク。建築発生って言ってもね、今発生させられるもんないからね。とりあえずこんなもんで、怒りの家だからないんだよね。でマップ行って、ここでやり方失敗したな。リッチ直接戦闘いけたね。うん、一番後ろにエリートはいんね。さーて、運がマイナス12で、攻撃とあれがどっちがいいかな。
魔法ダメージ与えてった方がいい気がするんだよな。こいつブロックでしょ。守護したね。オッケー。で早めに1体削ろうか。はい、よし、デバフ。うん、戦闘場がゾンビはブロックとあればいい。よし、準備して。デバフかかってない。こいつエリートだから、こいつもどうにかしないといけないんだよね。48。A ブロック、はい、はい、デバフちょっとずつかけていってね。あー、ヒーラーだね。 HP 回復。守護、攻撃力下げてきたね。ちょっと早めに取りに行っちゃいましょう。削って、でこの子が次これやるから、火力上げます。さあ大砲撃て。ああいいね。またブロック得とこうか。バフ。デバフかけられる。そうね。とりあえず。こいつのあれを解除しとこう。で、そうですね、これ使っとこうか。マナ回復。爆撃。こいつ逃亡するでしょう。はい、逃亡。で、デバフをね、除去させてもらいますよ。デバフを除去します。そうで、で次また爆撃練習そのまま、はい、投稿するね。本来は投稿させない方がいいんだろうけどね、多分。
逃亡するっていうなら、クリムゾンハンガー。はい、Blow them to pieces。 あ、逃がさずやっちゃったな。爆撃。はい、変なデバフ解除しといて。はい、解除。大丈夫でしょ、やってくれるでしょ。したね。いや、リッチじゃなくてゾンビ強くね。対象はバフターゲットチャンスの確率で、これはあれだね、完全にこれ2人をターンスキップさせられるのは場合によっては強いかもしれない。確率よりね。ね、いや、ゾンビ強いわ。さすが強化されたゾンビ。爆撃ゾンビ強いかもしれないね。火力もりもりのゾンビはいいかもしれないですよ。ここ行く？はい。すべての敵は戦いを終わるまでマイナス15。力のアミュレット。キリノローブ。ちょっと待ってよ、ここだろう。で、次のターン極力早めに型をつけたい。3ターンの間魔法ダメージ与える。戦闘開始時にマイナス20から30。1回限り。戦闘で最初に使う呪文の消費量が0。守護を無視してダメージ与えるのこれエリートで欲しいかな。3ターンで与える。他よりも直接ダメージ与えた方がいいよね。戦闘中すべてのミニオンの活力が全回復する。これいいんじゃないですか。 Now I will make mortals tremble before me. Well, even more than previously. これで連続戦闘いけますね。ここでの相手でね。死後させて、はい、
バーサーカーを早めに削りたい。死を削って、バーサーリダイレクトしてきたか。ゾンビ弾込め。削ってきた。落石ブロック。あんまし無駄には使いたくないから、でもバフ入れたいね。バフ入れたいけどこっちにするか。ずれたね。違うわ。やる順番間違えた。こっちよ。忘れてたわ。で、落石のあれがなんかついてるからマナ回復させて、大丈夫か。次の攻撃だからいいのか。よし、ブロッカーディーター、さあ削っていきましょう。これ使っていきましょう。魔法を使っていくからやばいね。ちょっと早めにやっとかないと。このおじいの左か。ちょっと、そうね、ストレス。危ねえから左とか、まあいいか。ブロックなくなったね。おい、いい。サクランさして、なんかバフつけたね。よし、回復してきた。回復しちゃダメよ。おい、 Become part of the breathless tide。はい。
爆撃。削っていきましょう。で、はい、回復させて。Extinction of life。で、行けよ。This is my kind of entertainment.ターンスキップ。はーい、攻撃。当たろん。ターンスHP 全開だね。さて、才能が2か、3個ねえとダメだな。さて、アーティファクト、初回やっぱ減らせんのでかいよね。20から30すべての敵を守護を無視していける。ダイナマイト行く。最初に使う呪文つってもな、確実に HP 削った方がいいかな。よし、こんな感じで行こうか。これは誰でしょうね、新しいミニオン。そういうこと？昇格させるミニオン？準備。じゃあボス戦ですね。勝てるんでしょうか。人間の城下にある採掘施設の主な後援者の一人である彼は、イラトゥスを永劫の監獄から解放したことに対する大きな責任を負っている。しかし、錬金術師ギルドでは彼の明晰な頭脳をとても重宝しているので、彼にそのような事実を指摘する者は誰もいない。結局のところ、穴を崩さずに掘るのに必要な爆発力を正確に計算できる者はほとんどいないからだ。しかし彼はこの事業を守らざるを得なくなった今、自分の偉大な知性をもっと好戦的な方向に使うようになった。さあ、エルダードワーフっぽいのがいるのかな？やべえのいるわ。発明家。何よ、999って書いてあるけど、どうしたのこれ。倒せんのこれ。こいつ、このおじい、どうやって倒すんだい。マジ、あのおじい、どうしろってのこれ。Have a little tingle up your spine.これ早めに壊さないとやばいんじゃない？おじいにデバフ。なんか強化してない？修理したなこいつ。おじいのデバフが半端ねえな。これ絶対壊しても、あ、そっか、爆弾が、あ、なるほど、見ました今。
こいつらを壊せばダメージ食らうんだろう、おじいよ。種が分かればこっちのもんだぜ。爆撃。生み出した。はい、生み出した。そういうことね。デバッグ。ああ、なんか混乱状態にさせられた。ほい。麻薬調整。何として。いやー、そんな。して、うん、危ない。あー、なんか大丈夫だ、大丈夫大丈夫。HP 回復かな、それ。よし、こうした。よし。早めに壊す必要がある。はい。はーい。爆撃準備。修理してきたね。ちょっと時間かかりそうだから爆弾とこうか。もう一個28。Worthless as you were in life, you will be worth something in death. あとおじいちょっとだな。これじゃね。でもうちょっと。はい、出してきたね。会いたいね。ああ、混乱させられた。8か。これでいけんじゃない？爆弾爆発して終わりでしょ。あ、おじいいなくなった。マップアップザゴア。I hate to see plants using it as fertilizer。おじい倒したね。あれ、レベル上がっていくね、弾丸が。ということで、とりあえず出口の方に向かう前にあれだな、ちょっとここら辺やっとくか、ちゃんと。こっち。この子は敵がデバフを受けるたびにダークナイトがストレスダメージ与える。こっちはバフを受けるたびにか。まあ場合によってはこっちの方がデバフをバンシで与えるから。Serve me well, my minion. え、爆弾ゾンビ。爆撃か。
魔法ダメージ。物理ダメージでいいかな。で、ダンジョン行って出口で次のマップ行って終わりにしましょう。歩く。屍体の猛攻撃を前にドワーフが倒れたことにより、危機が迫っているという知らせが広がり始めた。人間の王国は裕福で新しく目覚めたネクロマンサーの首を取ってきた者への懸賞金を惜しまなかった。彼らは皆この兵舎に集まっている。狡猾な盗賊や知識のある名士、騎士やエルフレンジャーと、全員が金の匂いを嗅ぎつけてきた者たちだ。彼らは待ち受けている真の危険を知らなかった。結局彼らは肉屋の前に集まる子羊に過ぎなかったのだ。ということでね、次は傭兵とかちょっとレンジャーとかちょっと強めな感じの方々ですね。ボスがここと、結構広いですね。どういうルートで行くかだね。イラトゥスのマナミニオンの活力回復。こう2回戦闘入っちゃうね、どうやっても。まあどういくかはちょっとね、今後考えていきましょう。ああ、イラトゥス自身の経験値アップもあるね。こういうルートで経験値、イラトゥスの経験値上げていくのありかもしれないね。で、とりあえず、フンド。75以上あれば、ミニオン回復。It will be a messy slaughter.やっぱイラトゥスも活用していかないとね。100はちょっときついかな。75以上あればここら辺ぐらいまでだろうね。あとは歯の現れ。対象がデバフを持つ場合追加で物理ダメージ与える。これピンポイントで与えられるのいいね。しかも一直線でいける。次ここ取っていこうか。ということでね、とりあえず、であとあれか、新しく制作できるようになったヘッドハンターという首刈りがいますけども、完全に脳筋かな。ランダムな敵に与える。ストレス、ランダムな敵、ランダム性が高いね。対象が次の行動を開始するとき、ヘッドハンターはマークした位置にいる敵に 150% のダメージ。血の収穫。それぞれの敵に、後ろ下がったときあれだね。範囲攻撃するとだいぶ強いね、この人。いやー、これヘッドハンターちょっと強いかもしれないね。場合によっては。血の収穫したり、これはまたあれだな、なんかの機械でな、チリとかちょっと強いの作りたいね。武器2つの鎧とチリ。武器ってそんなあったっけ。チリは草ろがなんだけど、スケルトンを clean up this mess later。 ゆで鎧だっけ、武器だっけ。 Behold my work。 青になったな。あ、いけるか。はい、よし。これ紫の上ってあんの？ないよね。あーでね、心臓とかが多いから武器が欲しいんです。骨か。骨あんまし骨余ってないね。いやでもせっかくだからちょっと最強の
つ作りたいよ。ああ、the smell of successful alchemy。足んないな。二つ。緑。もう一個武器欲しいね。ちょっと無理やり作るか。It's no gold, but it's you。あと鎧つってたね。はい。はい。はい。よし。最強なりしヘッドハンター。攻撃力プラス3。あ、武器でもいろいろあるんだね。活力プラス、ブロックプラス1。鎧がプラス2だから結構あれだね。行動力が速くて命中率も高くて活力 HP もちょっと高めのヘッドハンターが出来上がりました。この首刈りさんどうしようかな。デュアルスラッシュ、ランダムな敵2体攻撃し、ブロック無視のダメージ、どういう組み合わせがいいかだね。ストレス攻撃もあるけど、バーンヘッドハンター2、ヘッドハンター2ぐらいの2無理だな。ゾンビは一応戦闘でも戦えるんだよね。3段範囲攻撃が多いですね。で、砲撃で後ろ下がった時に爆撃が使えるようになるのか。砲撃ゾンビもありだよね。ただバンシーのこの火力アップは欲しい。ゾンビ2のバンシーのゴリゴリペアなんてのも面白いかもしれないね。こういう感じでヘッドハンターレベル上げればいいから、まあ今暇ならこれでレベルアップしてもらおうか。いや、これ先にレベル上げちゃった方がいいな。先にレベル上げちゃいましょう。せっかく脳みそだからもったいないよね。レベル4の脳みそにしちゃおう。5% の確率で即死。選択対象とその後の敵に威力から30。ランダムの敵に対抗それぞれ。ランダム性があるよりも二重極点。 I expect results。 選択したマーク、攻撃を受けた敵はブロックと守護すべて失う。当該攻撃は失敗しない。鎧と提供力すべて失うか、ブロックと守護すべて失わすか。ブロックと守護は正直爆撃だから敵の防御力下げて、行動を開始するときはマークした位置に150%のダメージを与えるでしょ。抵抗力失わした方がいいかな。 Serve me well, my minion。 豊作、これで下がってこれで前に出て攻撃みたいな。
リッチは？味方殺すのはちょっとね。ハルマゲドン。これはやべえね。スケルトン召喚。攻撃8、攻撃12、抵抗力8。戦闘は終わるまで。これ味方がやられた場合なんだよね、これね、想定してんのが。これ防御的な感じで、で墓地でレベル上げといてもらおう。でゾンビもちょっと今後ちょっと強めのゾンビ、こういう強化したゾンビが欲しいところですね。まあということでね、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回は傭兵のところですね、やっていけたらなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。